3日間にわたり行われましたホノルルフェスティバルのグランドフィナーレは新潟長岡花火。今年は例年の倍のおよそ25分間打ち上げられます。すごいですね。まもなく打ち上がります。こんな近くで花火見たの初めてかもしれない。すごいキラキラしてる。あ、紫と緑が上がりました、ね、おー、すごい緑、すごいね。今ハワイの夜空に長岡の花火が華麗に上がってます。青、あ、これはアメリカの青と赤を、あ、yes. そうなんだ、yeah.アメリカのフラッグ。これが25分も続くのすごいですね。そうですね。今年もまた日本三大花火大会として名高い長岡花火がホノルルフェスティバルのフィナーレを華麗に彩りました。会場となったワイキキビーチにはフェスティバルのラストを締めくくるビッグイベントとして地元の人々にもすっかりおなじみとなった絢爛豪華な花火を一目見ようと大勢の人々が詰めかけました。ホノルルフェスティバルでの打ち上げは今年で8回目となる長岡花火。世界平和のメッセージを込めてワイキキの夜空に美しい大輪の花が打ち上げられます。今年はホノルルフェスティバル25周年を記念して過去最長の25分間に及びました。ところでなぜワイキキで長岡花火が打ち上げられるようになったのか。その背景にはハワイと長岡の興味深い歴史の因果がありました。きっかけは2007年8月、ホノルルで開催された日米市長交流会議。当時の長岡市長森民夫氏がホノルル市長ムービー・ハンネマン氏との懇談で太平洋戦争におけるホノルルと長岡の関係性を説明しました。真珠湾攻撃を指揮した山本五十六は長岡市の出身で幾度かアメリカに留学駐在の経験がありました。そこで目の当たりにした圧倒的な物量や国力の差にアメリカと戦争を行うことが無謀であることを認識し日米開戦を回避する道を探っていました。それでも1939年に海軍連合艦隊司令長官となるとこの戦争をなるべく早く終わらせるために講和に持ち込む策として真珠湾攻撃を計画し自ら指揮を取ったのです。この作戦によりアメリカでは2390名の尊い命が失われ奇襲となったことも相まってアメリカ世論を対日開戦へと推し進める結果となりました。山本の思惑通りにはいかず太平洋戦争は長期化し総力戦となった日本。終戦直前の長岡は空襲に見舞われました。日本海軍による突然の攻撃を受けた真珠湾のあるホノルル市。真珠湾攻撃を指揮した山本五十六の故郷で戦争に巻き込まれた長岡市。かつては敵同士だったこの日米両国の都市が結びつき交流していくことで日米の交友関係の深化、平和への貢献を目指し2012年に姉妹都市締結がなされました。この年からホノルルフェスティバルの最終日に長岡花火が打ち上げられるようになり、さまざまな交流の中で迎えた2015年。
太平洋戦争終結70周年追悼式典にてパールハーバーの空に慰霊と平和の願いを込めた白一色の花火3発が打ち上げられ、約20分間で合計2000発の長岡花火が夜空を彩りました。以降も毎年長岡市の多大なる協力によりワイキキで長岡花火が打ち上げられています。アメリカではお祝いの意味合いが強い花火ですが、ホノルルフェスティバルで打ち上げられる長岡花火にはそうした平和に向けた強い意志が込められているのです。世界平和への祈りを込めて次々と打ち上げられた大輪の花火は人々の心に大きな感動を与え、フェスティバル最後にふさわしいイベントとして幕を閉じました。ハワイの夜空に日本の長岡花火、感動の余韻は人々の心の中にいつまでも残ることでしょう。